シルムは、朝鮮半島の格闘技。二人の創始が、土俵がなく、組み合った状態から投げを打ち合って、勝敗を競う。日本では、大相撲に例えられ朝鮮相撲、韓国相撲とも呼ばれることがあるが、韓国におけるシルム人気は日本における大相撲の、それに遠く及ばない。プロリーグも存在するものの、実態は、企業チームであり、2004年にはそのうちの一チームが、 撤退し、リーグの存続が危ぶまれている。2018年、ユネスコの世界無形文化遺産に登録された。金鉱道断園風俗図帳シルムは朝鮮古有語で、歴史書に登場する。漢字語は、相撲であり、長い間に、様々な名称で呼ばれた。中国では、高麗技、双庫と、その以外は主に、相撲、確定、閣議。 スム王と呼ばれたが15世紀以後には、シルフムから、シルホムへ、最後には、シルムとなった。朝鮮後の、お互いに頑張りながら競う、という意味の動詞、シルだから語源を探る見解もある。4世紀に築造された、高栗の古墳の確定図下と5世紀の長川一号墳には、シルムを描いた壁画が残っている。また、高来氏によると、ただし宿王は国政に参与せず、 毎日付き添い人や観覧、下難とシルムをしていた。また中、慶応の時、王女が遠鏡宮へ京を移したことを祝いながら観覧たちとシルムをしたり観覧したという。また、朝鮮王朝実録には1419年に、大層、清層夫氏が著子島でシルムを観覧した。1430年には、シルム競技で相手を殺した者の罪を許したこと。 1436年には、清掃が高狩りを観覧して、兵士のシルム競技を観覧し、優勝者が王から賞を与えられたことの記録も見える。清掃はシルムを奨励し、武芸の種目に含めた。民衆の時にもシルム競技で相手を刺し殺した事件が、発生、法で禁止された事件もある。李朝後期の風俗画にもシルムをする人たちや 見物人に取り巻かれる姿を描いた絵も残っている。竜読京の京徳佐史や高須スの東国祭時期と松慶氏そして金光道のシルムと竜宿の大海図ソウル大学校博物館所蔵金春音のシルムが残っている。作品からシルムが当時の民衆に愛されたということがわかる。現代のような形でシルム競技が行われたのは 日本統治時期の1912年である。1983年の民族プロシルム開幕以降プロ競技も行われており、韓国国内各地で大会が行われ、テレビ放映もされ、当初は人気を博した。しかし、1997年のアジア通貨危機による、チームの解散や韓国放送公社が中継をしなくなったこと。 また、主格闘技戦に人気が移ったことなどが、原因して、シルムの人気は低下していった。現在は、日本の大相撲ほどの国民的な関心事ではないため、羨む声がある。韓国放送公社が2017年に中継した4日間の、シルム大会視聴率は1.6%、3.1%、4.4%、4.5%であった。 このため南北朝鮮のシルムをユネスコ世界遺産登録し、再びプロ化を促進するための動きがある。2018年11月26日、ユネスコの無形文化遺産となったことが韓国政府によって公表された。南北朝鮮の無形文化遺産共同登録は初めてのことである。韓国では上半身裸に半ズボン及び専用パンツ、 北朝鮮では上半身 T シャツに半ズボンを着用し腰と右大腿部にサッパと呼ばれる紐を腰に巻きつける。試合は投球に分けられ、それぞれ優勝者が決められる。競技場は直径8メートルの円形の砂場であり、その中で試合を行う。競技時間は5分間、3本に勝負。お互いに相手のサッパを持ち、 肩と背がまっすぐな状態で組み合い、双方に不利がないとされる状況から始まる。競技場の外へ出しても勝ちにはならないので、押し出し合い寄り切り、突っ張り等はない。相手の膝から上を地につけることで勝利とし、審判は判定にホイッスルを使用する。予選を通過し、その中を勝ち残った選手によって行われる。決勝戦は5本勝負で行われる。優勝者は、 金のお牛を授与され、担ぎ手に支えられた台座に乗った状態で競技場を一周する。試合終了後は、チームの選手たちがそれぞれ同俵外苑に並び、観客に向かって礼をする。プロチーム投球韓国プロリーグでは3つの投球があった。選手投げ技の礼。ありがとうございます。